どうも皆さん、こんにちは、ワンダーバルーン。ということは、全部世界役、龍です。さあ、本日は、デュエルリンクスラジオ。実装してはいけないカード、トラップカード編。こちらをね、やっていきたいと思います。前回の動画も非常に好評でございまして、トラップカード編もやっていただきたいというね、お声いただきましたんで、早速やっていきましょう。デュエルリンクスに実装してはいけないカード。魔法カードこの間やりまして、トラップカードちょっと考えてみたんですけども、あのね、やべえカード多すぎトラップカードってやべえカードほんと多いんですよ。なんでちょっとね、ランキングにするのめちゃくちゃ難しくてたんですけども、まあ一応個人的な意見が入っているっていう、大きく入っているっていうことと、あとね、 OGC でね、禁止化されているようなカードは一応入れてないので、その一応実装ありえるけどやばいなみたいなぐらいの、まあそういうテンションでね、聞いていただければいいかなと思います。ちょっと多すぎて、とりあえず第7位から発表していきます。第7位から、威嚇する方法、このターン相手は攻撃宣言できない。これすごいシンプルなんですけど、デュエルリンクスに来たら相当強くないですか。相当強いですよね、このカード。あの1枚でライフを耐えるっていうことができるんでね、そのね、まあ、カイトロイドってとか、ホーリーライフバリアとか、レインボーライフとか、なんかそっち系のカードの匂いがするんですよね。リンクスって、スピードデュエルが一応売りなんですよ。一応ね。なんで、こういうスピード感を損なわせるカードって、あんまりいい働きをしないことが多くて、まあ、カイトロイドがリミット2であることが、まあ、それを物語っているところがあると思うんですけども、外役とかにも使えそうだし、あと、高校ワンキルデッキにも入りそうだし、例えばですけど、インフェルニティとか、あとエレキとか、こういうカードもらったらめっちゃ強いじゃん、そういうデッキって。だから相当やばいと思う。逆にワンキルが加速する、遅くするのもあるし、加速するさせるのもあると思う。だからこれもやばい。で、第6位も同じ理由なんですよ、実は。第6位。和睦の使者。このターン、自分のモンスターは戦闘では破壊されず、自分が受ける戦闘ダメージはゼロになると。これもね、理由は威嚇する方向と全く同じ。威嚇する方向よりもやっぱりモンスターを守れるっていう点で、やっぱ相当優秀ですよね、このカードね。個人的にはね、その小学生ぐらいの頃にすげえ使ってたんですよ、このカード。だから、欲しいなとは思うんだけど、もう反面、デュエルリンクスに来たらマジでやべえっていう気がするんですよね。めちゃくちゃ遅延カードでしょ、威嚇と和睦って。だから、多分ね、来ちゃやばいと思う。続きまして第5位。バニティスペース。これもね、やばいよね。まあ、OCG でももちろん強いカードなんでね、ちょっとなんか、まあ、多分来ないと思うんだけど、一応ランキングには入れました。このカードが魔法トラップゾーンに存在する限り、お互いにモンスターを特殊召喚できない、まあ、特殊召喚を封じると。で、デッキまたはフィールドから自分の墓地へ送られた、カードが送られた場合には、このカードを破壊するっていう、まあ、効果ですね。だ大熱波とか、あと、パズルの封印とか、まあ、そんな感じの匂いを感じます。だから、自分だけめちゃくちゃ動いて、でこれ発動して相手制圧して、で自分が動いてもらったらまたカード墓地送ってこれ破壊してみたいな、そんな感じですかね。まあ、どうやって使うかちょっとよく思いついてないんだけども、まあ来たらやばいカードの一つであるかなっていう感じですね。さあ続きまして第4位、スキルドレイン。1000ライフポイントを払ってこのカードを発動できる。このカードが魔法トラップゾーンに存在する限り、フィールド上の全ての表側表示モンスターの効果が無効化される。やばいね、どう考えてもやばい。どう考えてもやばい。マスターベールでそもそもヒーヒー言ってるじゃないですか、今。デュエルリンクスって。デモンズチェーンとかマスターベールだけでもうヒーヒー言ってるリンクスなのに、こんなもん来たらおしまいですよ。そもそもの1000ライフを払うっていうのも結構やばくて、デュエルリンクスって1000払うって結構アドなんですよ。だから、まあ、墓所とか、現世とか、ドローセンスとか、まあ、無限に悪さできそうではあるんですけれども、そもそも効果がマジでやべえっていうこと。まあ、一応、小伝いとかがね、あるんで、リンクスには。OCG よりかは回答あり、みたいな、まあ、そういうことも多いのかもしれないけど、もしでも来たとしたら、例えばですけど、効果無効にしてぶん殴っていくっていうデッキって、やっぱ打点高いデッキが多いんで、例えば、青眼とか、ブルーアイズね、ブルーアイズとか、あと、シン、シンデッキ。OCG でもあるんですよ、スキドレ青眼とかスキドレシンっていうデッキは。だからその辺のデッキが強くなりすぎちゃうかなっていうのもあるんで、まあ、これはさすがにやばいですね、来たらね。デモンズチェーンだけでヒヒ言ってんだから。ちなみに僕が個人的に組みたいのはスキドレバルバロスっていう太鼓のデッキを組んでおみたい。さあ続きまして第3位、強制脱出装置。フィールドのモンスター一体を対象として発動できる。そのモンスターを持ち主の手札に戻すというカードですね。これはね、とにかくね、汎用性が高すぎるっていう意味ですね。
なんだろうな、絶対3積みするじゃん、全員。ネタレッキ殺戮マシーンとかしそうですよね、このカードね。だからそのなんか面白いカードを出そうとして、なんか頑張ってめっちゃ出して、すげえ強いモンスターパーンって出して、うわーって言った瞬間、なんか強制出し装置で、出しさせられるっていう、ことが起きそうなんですよ。だから、めっちゃくちゃ汎用的なかすぎるカードは、やっぱりちょっと出しづらいだろうなっていうふうには思っていて、まあ、そうだな、今汎用カードっていうと、リンクスだと例えば、因果切断とか、サンダーブレイクとか、デモンズチェーンとか、そこらショートシャナとか、まあ一応あるんですけど、強制脱出装置は、やっぱね、めちゃくちゃ頑張って出したモンスターを、その、戻せるから、破壊耐性とかも無視できるんですよね。だから、ホーム中身とかも、まあ、処理できるし、これはちょっとやりすぎな感じはありますね。さあ、続きまして、第2位。王宮シリーズ。王宮シリーズ、ちょっと2つぐらいね、やっぱね、やばいカードあるんですよ。ね、今のところ考えた中ではね。まず、王宮の勅命。このカードのコントロールは、お互いのスタンバイフェーズごとに700ライフを払うと。700ライフ払えない場合は、このカードを破壊するよっていう効果。で、このカードが魔法トラップゾーンに存在する限り、フィールドのすべての魔法カードの効果が無効化されますよっていう。魔法カードメタですね。史上最強の。サイマンチとか、パラディンとか、あんなも火じゃないです。あんなやつの火じゃない。これ一枚やれば全部魔法使えないんだから。強すぎる。でもね、魔法ギミックがメインのデッキって結構多くて、例えばブラックマジシャンとか、まあ、サイバー流とか、まあヒーローとか、ネオスもそうだね、ブラックフェザーとかもそうですね。だから結構多いんですよ、魔法カードを使うデッキって。やっぱどうしても。で、このカードのそのやべえところは、コズミックサイクロンとか局所とかでも除去できないところですね。そのコズミックサイクロンを打ったチェーン、直命とかすると、もうそのコズミックサイクロン自体が無効になるんで、もうそこからずっと魔法使えないことになるんですよ。だから、その、まあ、一応コズサイ、このカードの発動にチェーンしてコズサイ打てば間に合うんだけど、チェーン的に。だけど、何らかの魔法カードにチェーンしてこれ発動されたら、もう結構きついんですよね。もう引いたもん勝ちみたいな展開になることが予想されるんですよ、このカードって。まあ、僕もですね、ちなみにその OCG の、ウームの大会で、これ発動されて、サンダーさんに、なんか積んだみたいな記憶あるんで、だから、ちょっとね、やっぱね、強すぎるカードではある。現状結構魔法使わないデッキ意外とあって、聖眼とか、まあ、知らないとかは魔法使わなくてもいけるテーマだと思うんですよ。だから割とこの辺とか採用されるかもしれないし、あとシンプルにそのライフポイント、ライフコストも、スキルと相性がいいので、まあ、この辺はやばいと。で、もう一個、王宮のオフレっていうカードがあって、で、このカードは、魔法トラップゾーンに存在する限り、このカード以外のヒルの全てのトラップカードの効果を無効にするっていう。多分ね、こっちの方がなんなら強いね。リンクスだったら、やっぱトラップ環境みたいなとこ若干あるじゃないですか、リンクスって。まあ、少しね。まあ、いわゆる罠版のサイコショッカーですね。まあ、オフレホルスっていうデッキ、あまりにも有名なんで、皆さんも聞いたことあると思うんですけど、まあ、ホルスで魔法を無効にして、オフレでトラップを無効にするっていう、あのデッキね。やっぱ、召喚権も捕まないサイコショッカーは、強すぎると思うんですよ。さすがに。これで、相手の妨害を完全に封じて、なんかそのワンキルするみたいなデッキが、やっぱ、出てきちゃうかなと思うんで、まあ、局所とかの方が強いっていうのはあるけど、ワンキルデッキには。まあ、そうは言っても、やっぱ、オフレやばいな。オフレはやべえわ。王宮カードって意外とやばいカード多いんで、結構リンクスに意外と実装されてないっていうことが多いんですけど、いつか実装されんのかな、ちょ怖すぎるね。さあ、というわけで、栄えある第1位に輝いたカードは、こちら、お邪魔トリオ。相手フィールド上にお邪魔トークン3体を守備表示で特殊召喚する。このトークンはアドバンス召喚のためにはリリースできない。お邪魔トークンが破壊された、時にそのコントローラーは1体につき300ダメージを受けるというカード。1枚で、いけお邪魔ともできるんですよ。このカードやばすぎません？デュエルリンクス界、1強いんじゃねこのカード。めっちゃ強いと思うわ。先行お邪魔トリオセット、ドローフェーズお邪魔トリオ発動で、もう勝ちまで見えるから、めちゃめちゃ強いと思う、これ。1枚でいけお邪魔どもですよ。今結構頑張ってスターブラストとかで、ライフを500にして、いけお邪魔どもやって、ロックとかやってるじゃないですか、ね、ネタ1機みたいな感じで。それがなんとトラップカード1枚できちゃうっていう、あまりにもやばすぎるカードなんで、正直な、ですね、これ見つけたから、今回のランキング考えようって思ったぐらい。なので、こいつはやばいですね、非常に。シンクロデッキとかエクシーズデッキとか、まあ、今後増えてくると思うんですけど、相当邪魔でしょこのトークンって。邪魔すぎーってなるでしょ。これはかなりやばいと思いますね。はい、というわけで、第1位はお邪魔トリオでございました。いかがでしたでしょうか。これで正直これマジで1秒なんですよ。トラップカードってマジでやばいカード多いんで、
ぜひですね、皆さんもどんなのが思いついたか、無限放量とかああいうのはちょっとシンプルにやばいけど、ああいうのも結構やばいし、ぜひね、皆さんもね、コメントでね、これ来たらやばいんじゃないみたいな、あったら、ちょっとコメント欄に書いていただければ、このコメント欄、この動画のコメント欄が、デュエルリンクスに実装してはいけないカード一覧みたいになると、僕は嬉しい、と思っています。コナミさんに持ち込みます。そしたら。というわけで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。